皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回はヌヌヌさんと、すいません、お名前の呼び方合ってるかわからないんですが、ドゥイキーさんの 3on3 デッキを使った疑似対戦をやっていこうと思います。コメントありがとうございました。今回ドゥイキーさんのデッキは私の水渡るが使わせていただきます。そしてヌヌヌさんのデッキはつぶやきさん太郎が使わせていただきます。それではやっていきましょう。いきましょう。それではシュートポジションを決めるじゃんけんをします。最初はグーじゃんけんぽい。そっち、オッケー。お互いのファーストレイ、せーの、じゃん。ウィザードアロー 480F、 ウィザードアロー 460D。 ファーストバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシー。さあ、キーが真ん中にいないからな。ちょっとエクストリームダストを出して。いや、寂しい。いや、ちょっと。いいぞ。ナイス。リフィニッシュ。ウィザードアローにワンポイント。やった。いや、序盤いないからなと思って、ややラッシュ目にしたんだけど、その時にはもうって感じだったな。お互いのセカンドデイ。せーの、じゃん。ヘルズサイズ、460。B、ドランソード 360T。 セカンドバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。あ、ラチェットに当たってる。怖い。バストだ。ラチェットに当たってるの怖い。さあ、結構でもキーの方回転力ある気がする。さあ、どうだ。いいよ、ぶつかっていこう。いや、なかなかスタミナが減ってない。うわ、マジか。ナイス。フィニッシュ。ドランソードにワンポイント。やった。いや、マジ全然エクストリームダッシュせずにそのまま持久戦やったね。ね、まさかのいい感じだった。いや、こっちはエクストリームダッシュされると思ったから、ちょっと変わったシュートをしようと思ったんだが、くー、裏目に出た。こうやってるとキー強いね。ね、キーはね、ボールに勝てる可能性が、てか今ボールではないか。ボールだよ。ボールか。460D だから。ヘルズサイズ。T はボールに勝てるポテンシャル秘めてるって俺は思ってるから。お互いのサードベイ。せーの、じゃん。ナイトランス 360HN。 ヘルズサイズ 380N。 サードバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。一応 N 同士、 HN と HN。 おお、いや、今のでかくないか。あ、やばい。これね、やばい。アタックには強いんですけど、この幅差状態、ね、ただスタミナ関係で言えばだいぶスタミナを持ってかれるぞ。いや、相手が F とかだったらいいんだけど、 N と HN でこれはまずい。さあ、こっちのタイニードルもややブレているが、ここに入ったらもうこれは抜け出せない。持久力がどんどん減っていく。これがあるとね、いやそうね、 M の面白いところでもあり、良くない場所。さあ、転がってきた時にはもう瀕死。フィニッシュ。ナイトランスにワンポイント。いや、今のは運がなかったね。そうね。3戦やっても勝敗が決まらなかったので、デッキの順番を決め直します。お互いのフォースベイ。せーの、じゃん。ウィザードアロー、ドランソード、フォースバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュ。危ないよ、その位置。オーバーフィニッシュ。ドランソードに2ポイント。ということで、この 3on3 バトルの勝者はヌヌヌさんでした。やりました。いやー、マジか。なんか滑ってくように落ちてしまったな。ドランソード強い。はい、ということで、今回はドゥイキーさんとヌヌヌさんの 3on3 デッキを使った疑似対戦をやってきましたが、いかがだったでしょうか。いや、今回こっちのヌヌヌさんのドランソードの T が1試合目はスピンで勝って、2試合目はオーバーで勝って、すごい活躍してくれたなって感じてます ね。いや、俺本当にね、1試合目の B を使った時は、うん、もうドランソードはめちゃめちゃエクストリームダッシュで攻撃してくるんじゃないかなと思ったから、
まあ、真ん中にいるとまずいって思ったのと、まあそんなにスタミナをめちゃめちゃ重要視しなくていいかなと思ってストリングランチャーで、まあそれでも全力でシュートはしたんだけど、いやスタミナ負けするとはね、まさか全く一回もエクストリームダッシュしないとは思わなかった。真ん中で落ち着いて戦えてたね。と今回何回か前の動画で T のビットは B に勝てる可能性秘めてるって俺は思ってるっていうことを言ってたと思うんですけど、今回ちょうどその T がスピンで B に勝てる試合を見せることができてよかったなって思います。いやまさかでもね、俺も T が B に勝てるって言ってるの肌から聞いてて、そんなことあるかな半信半疑だった思ってたんだけど、いやこうやって見せつけられてしまったらね、信じざるを得ないね。やっぱエクストリームダッシュをめったにしないってことと相手を叩きつけるみたいなのが必要なのかな、攻撃で。そうだね、うん、絶対 B に勝てるってわけではなくって、今言ったみたいにあんまりエクストリームダッシュしないような動き、初手で相手をぶつけてスタミナ削りつつこっちはスタミナ温存してる状態だと結構最後のスピン勝負で B に勝てることがありますね、うん、T は。いやあとはね、ちょっとこれは関係ないかもしれないんだけど、俺がストリングランチャーしてたのもちょっとスタミナ不足の原因になってないかなってのが心配なところだね。まあ、あのシュートパワーとかがさ目で見えるようになって、ベイバトルパスがあのアプリが配信されるようになってから実際にやってるんだけど、やっぱりストリングランチャーだとあんまりシュートパワーが出ない、うん、そうね、感じがして、回転が乗ってない感じがして、やっぱりなんとなくワインダーの方が強いんかなっていうふうには思っちゃうんだよね、うん、俺もそういうふうに感じてるんだけど、でもそれも人によってなんかストリングの方が強く打てるって人も中にはいるみたいだね。うん、まあ、なんとなくやっぱり個人的にはワインダーの方が強く打てるから、うん、まあ持久戦する場合ももうワインダー一択にした方が俺はいいのかなっていうふうに今思ってますね。いやしかしちょっとずっと負け続きで俺に選ばれた人が申し訳ないって感じになってきちゃってんな。いやでも最後のねリザードアローもなんか滑るように落ちてっちゃったのが、ちょっとね、俺1点しか取ってなかったからさ、あの2点取り替え以上取り返したいなと思ってリザードアローを選んで、まあ最悪スピンで負けてもワンポイントかなと思ったら、まさかのねオーバーがっていうね。いやいいとこ見せられなくてちょっと申し訳ないなっていう感じです。まあでも本当にヘルズサイズ B はめちゃめちゃ強いって言われてるから、それに勝てる方法があるとしたらもうみんな欲しい情報だと思うから、この T は結構人によっては詰めてって、うん、まあ、実戦でも使えるんじゃないかなっていうふうには思いましたね。ということでこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。We'll be right back.